こんにちは、レイセンです。今日は11月21日水曜日になります。絶食220日目ですね。220日目です。で、天気は晴れですね。いい天気です。睡眠時間は今のところ5時間とってます。で、エアコンちょっと入れてたんで、今現在の室内温度24度、湿度 23% ですね。エアコンと、一応エアコンと、あとはあの加湿器かけて、で、窓を3箇所ね、5ミリ開けてる。昨日説明した時には1センチ開けてるって言ってたんだけど、1センチも開けてなかったな。5ミリですね。1センチ開けると結構風、まあそのぐらい、5ミリか1センチぐらい、そのぐらい開けてる、そうするとね、調子がいいんですわ。調子がいい。で、尿回数は1回出てますのとこかな。で、今日はあの野菜生活100のベリーミックス、ベリーサラダですね。ベリーサラダで 1.5 リッター絶食、トーヤミックス3杯だね、ベリーミックスのトーヤミックスを3杯使った 1.5 リッター絶食をやっていく。まあ、やれたらだけどね、やれたら足りなかったら、まあどうしても足りないっていう時は、まあ 1.75 ないし2リッター取るけどね。2リッター取っちゃうと、もうあの実験にならないんだよね。若返りの実験にならないっていうのかな。まあ2リッターとしての実験はできるけど、そのベリーミックスの効果はどんなものかなのかっていう実験ができないんだよ。ベリーミックスの実験をするのであれば 1.5 リッター絶食もう必ず3杯で済ませなきゃいけないんだけどね。ただあのそういうそのバイオリズムがあって、体調の具合とかがあって、どうしても欲しい時っていうのがやっぱり出てくるもんで、そういう時はやっぱもう取らざるを得ないっていうのかな。取らざるを得ないから、まあその場合は、他の日にもそうやってベリーミックスの時を、まあ作ったりして、で、まああの実験を重ねていくってとこだね。まあそんな感じ。やれたら、今日は 1.5 リッター絶食、ベリーミックスだけのトヤミックスでやっていこうと思ってる。ですね。そしたら、絶食220日目始めていきます。今日の、最初の一杯、トーヤミックスですね。作っていきます。カゴマの野菜生活100ベリーサラダですね。これからっていうか、これだけだよ、今日は。今日はこれのトーヤミックスだけ3杯。取って 1.5 リッター絶食をやっていく。予定。3杯で、まあ、済ませられたら、というか済ませたいね。済ませないと実験にならないんで、まあ他の日にやるっていう形でもいいけど、まあどうしても必要だったら取る、ね、で、キッコーマンの無調整豆乳、これがもうほとんどなかったんだよな。で、見た目すごいいいね。豆乳とあの混ぜると見た目いいね、この色合い。なんか、高級なっていうか、あの、あれだよね。スイーツみたいだよね。スイーツ。おしゃれなカフェなんかにありそうな感じ。で、味の方が、この色いいな。この色いい。これもバリエーションの一つに加えたいとこだね。多分味はいいと思うんだよな。あと、お腹の問題だね。ベリーもね、確かなんか消化、ベリーって、
外国産のベリーもあったよね。ていうかブドウ自体は日本人で昔あんまり食べてなかったんだよね。ブドウ自体ね、まあ、ブドウは日本人の体には結構負担になってるんじゃないかなって思う。ブドウね。ベリーもキイチゴは昔からなってたと思うし、あでもブルーベリー、ラズベリー、クランベリー、ブルーベリーとかは外国産だよね。ブドウも日本はあんまりずっと食べてこなかった。なんかここ最近だよね。ここ最近っていうか明治に入ってからだっけ。江戸時代の後半だったかな。なんか、まあ割と近いよね。古いもう1000年以上前とかそういう頃からずっと日本人が取ってきたものではなかったはずだよ。なかったと思う確かね。ブドウ割と近い近代に入ってからじゃなかったかな。江戸時代の途中からだったかな栽培が始まったのは。なので江戸時代はほとんど食べてる人はいなかったと思うんだよね。普通の一般の人はそんなブドウを食すっていうことはしてなかったんだよ確か江戸時代はね。で近代に入ってまあちょっと市場に流れ始めたっていうのかな。割と新しかったと思うんで、ブルーベリーとかそういうのもそうだよね、割と新しいと思うんで、そういうものは体に負担になるっていうのかな、体がそういうのを消化する処理するっていうそういう機能を作り込んでないっていうのかな、遺伝子レベルでね。うん、味はいいね、美味しい、ベリーの味わいだ、これのあれかな、ブルーベリーかな、ブルーベリーの味わいが強いな、ブルーベリーだな、さっぱりしてる。少しとろみを感じる。あんま野菜っぽさはないな。野菜っぽさなくて、今ブルーベリーだね。美味しい。これ美味しい。すごく美味しい。すごくっていうか、割と美味しいってところだね。これで、まあ今日とりあえず一日やってみて、どんな感じか若返りの状態を見る。おそらくね、おそらくあんまり若返りはしないと思う、これ。やっぱりカゴメの野菜1日これ1杯で割った豆やミックスを少なくとも1杯以上は取らないと、おそらく若返りはあんまりしないんじゃないかなと思う。ただ、バリエーションの一つとして、他の豆やミックスとかと同じような感じで取る分にはいいと思うもんで、まあそういう意味で加えていってもいいかなとは思う。ですね、そしたらこれ飲んでいきます。水取っていきます。天然水ですね。風呂上がりでちょっと体がなんか水を求めてるような感じがあったもんでそれで取ってみよう。100そしたらこれ飲んで編集作業やっていきます。トーヤミックス2杯目作っていきます。カゴメの野菜生活100ベリーサラダですね。これを250、でキッコマンの無調整豆乳これ250ですね。
ちょうど、まあ、今2時になったもんで2杯目作る。このペースでずっといければ1.5リッターですね今日は、うん。まあでもなんかちょっとやった感じだとやっぱり、うん、おそらくこれだと若干老化するかもしれないって思った、うん、おそらくね、おそらくまあトントンになったらいいぐらい、トントンだったらまああのむしろありがたいぐらいかな。多分じゃ少しね、少し老化するかもしれない。今からあの脱力瞑想やるけどね、本読みながら、うん、もう編集は終わってて、でレンダリングも終わって、で今アップロード中ですね。そしたらこれ飲んでいきます。豆野ミックス作っていきます。カゴメの野菜生活100ベリーミックスですね。あ、ベリーサラダ、ベリーサラダ、これ250、今風呂から上がって、で菜種油つけたところですね。すぐ変わってないんだけどすぐ変わってないんだけど、まああの汚れてないもんで、今日は汚れてないもんでいいかなっていうところで、あの下着だけ、ふんどしだけ変えた、ふんどしだけ変えて、あとズボンとかこの上はそのままだね。まあ1日ぐらい問題ないでしょ、丸1日、うん、汗もそんな出てるわけじゃないし、あで無調整ですね、250、うん、そしたらこれ飲んでいきます。おはようございます。今午前9時7分ぐらいですね。そしたら、今日もウイロウリ2回やってから体重測定入っていきます。やっぱり着実に減ってんな。ウエスト測っていきます。正面で側面で背中、65ってとこですね。血圧測っていきます。109-73です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。で睡眠時間は5時間寝てます。深夜0時から午前5時までの5時間ですね。でジョギングとウエイトトレーニングは今日もなしですね。で今日一応午前8時50分頃の室内温度が24度、湿度 23% ですね。で、まあ今日はエアコン入れてた、エアコンをかけてます。
27度設定で、で窓、まあ、5ミリか1センチぐらい開けて、3箇所ですね開けて加湿器つけてでやってたってとこですね。で、飲んだものは、まず生果汁はゼロですね。生果汁は取ってないです。で、野菜ジュースが 750ml で、豆乳も 750ml で、果物ジュースはゼロですね。で、水は 100ml 取ってます。で、合計が 1600ml ですね。で、このうち水が100なんで、実質は1500ってとこです。今日も 1.5 リッター絶食達成です。達成です。で、尿回数は3回出ています。濃さは薄いものから平均的な濃さ、あとかなり薄いものがありました。量は平均的な量ってとこですね。だいたい安定してたってとこです。で、大便は0ですね。0回。今日は出てないです。で、おならはたまにあり。日中から夜にかけてたまにあり。で、匂いはなしってところです。で、まあ、全部で3回ぐらいかな。3回ぐらいかな。そのぐらいですね。で、まあ、数えてないけど。で、今日の計測時間は午前9時半頃計測しています。昨日が8時10分だったんで、1時間、まあ、1時間ちょっとかな。遅いってとこですね。1時間20分遅いってとこですね。で、体重は 56.15kg ですね。マイナス 0.35kg の減少です。だから今日結構落ちてんだよね。結構落ちてんだよな。2日前も 0.3kg 減ってるから、割と落ちるんだよね。で、BMI は 17.7 で、マイナス 0.1% の減少。で、体脂肪率は 9.9% で、マイナス 0.6% の減少です。なんか今日体脂肪率も、まあ、体脂肪率はまあ、いいや。体脂肪率は、これでなんかよくわからない、よくわからない動きするんでいいや。まあ一応でも体脂肪率も減ってる。0.6% だと結構減ってるね。で、血圧は109-73で、最高血圧変化なし、最低血圧も変化なしってとこです。で、脈拍は65プラス6ですね。プラス6、昨日に比べて。だけどまあ、血圧は変化ないですね。脈拍もまあ、この辺は誤差の範囲内というか、まあそう気にしなくてもいいだろうってとこです。で、ウエスト65センチで、まあ変化なし、変化ないっていう感じだったけど、若干65より数ミリ細いかなっていう気はした。まあ、65センチ、まあ、64.78 とかそれぐらいかなっていう気はしたね。したけど、まあ、65センチでいいでしょう。で、今日の気づき。まあ、今日の気づきはベリーサラダ。今日飲んだ。野菜生活100、紫のベリーサラダ。まあ、あれだけだね。あれだけ。で、まずね、ベリーサラダ飲んで、1日、まあ、今日1500だね。1500。1.5 リッター絶食やってみて、まず顔。顔の状態はね、そう変わってないかなって感じだね。そう変わってない。なんか悪くなったっていうこともない。まあそうなんか、老けたとか悪くなったって感じはしない。しないけど、なんかすごい、お、若返ったっていう感じもない。ないね。だからやっぱりこの、野菜生活100のベリーミックスと、ベリーサラダと、あとはマンゴーサラダ。これは果物ジュースよりって考えた方がいいね。これは若返りの効果はもたらさない豆野ミックスってことだね。そういうことになる。まあ顔の状態見るとね、ちょっと肌はね、なんかかさつくっていうのかな。まあ油分がない感じっていうのかな。ちょっとかさつく感じがある。そんなとこかな。で、まあ、昨日はね、昨日のマンゴーサラダは一日、そんなにね、苦労はしなかったっていうのかな。そんなに空腹感に耐えなきゃいけないみたいな感じはなかったんだけど、今日はね、今日のベリーサラダはね、ちょっと、もうラストの方はね、割と空腹なんだわ。
割と空腹で、ちょっとね、空腹を我慢しないといけない感じがあった。なもんです。250取ろうか、正直迷った。我慢するってことは、そこで老化が発生するもんで、よくないんだよね。よくないんだけどね、このベリーサラダはね、腹持ちが悪いな。腹持ち悪い。空腹になりやすいってのかな。ちょっとエネルギー量が少ないってのかな。そんな感じ、そんな印象。なのでね、もう3杯だけだと、ラストの方でね、足りなくなってくる。エネルギーが。なので、ベリーサラダを3杯取るんだったら、1750ないし2000は必要かなって思った。まあ、最低でも1750は必要かな。1500だとちょっとね、一定基準を下回るな。エネルギー量が。ちょっと足りないよってなる。昨日のマンゴーサラダは良かったんだよね。マンゴーサラダはね、一応、まあ一定量、基準量を、エネルギーの必要最低基準量を満たすっていうのかな。そんな感じだったんだけど、ベリーサラダはね、満たさない。ちょっと足りない。足りないね。なので、ラストの方はね、どうしようかな。1750。でも、1750取ると、1500でどんな感じかっていう実験ができないもんで、だから顔の状態が例えば、まあ、これで同じみたいな感じだったとして、1750取ったもんで同じなんじゃないの ?1500 だったらもうちょっと若返ったんじゃないのっていう、そういう話になっちゃうもんで。だから1500でなんとかここはやりきりたいなっていう思いがあったんで。なのでちょっとね、ちょっと最後の方もう空腹にちょっと耐えながらなんとか1500でやりきったってとこだね。そういう風になっちゃった。まあ、ゲームとね、一応ね、ゲームとツイッター見ながら時間を潰したラストの方はね。で、まあ、あっという間に結構1時間経っちゃったもんで、あ、やった。これで、まあ、寝れば1500達成だっていう風に。1.5 リッター絶食達成だって思ったんで。ツイッターとかね、ゲームはやっぱいい。結構いい。これやるときにね、時間の経つのが早いもんで。あれがないと、もうずっとあと1時間でね、ずっと耐え続けなきゃいかんから、結構しんどいんだ。だけど、ツイッターとか見てたり、ゲームとかしてると、あれもう1時間経った。あ、もうじゃあ寝よっかっていう感じになるんで、楽なんだよね。そういう面でやっぱゲームとか、ああいうツイッターはいいね。いい。まあ、ツイッターは特にいろんな情報も入ってくるし、いろんな人のそういう人格だとか、出来事だとか、そこからもいろいろたくさんのことを学べるもんで、大きいんだよね。だから自分の成長にもつながるから。だからツイッターはいい。時間も潰せるしね。で、まあ、その辺もあってかわかんないけど、0.35 キロ減ってるんだよね、今日。まあ、体脂肪率の落ち方はもしかしたら関係してるかもしれない。で昨日は 0.15 しか減ってないっていうのも、マンゴーサラダがやっぱりエネルギー量が、ベリーサラダよりも高いもんで、お腹がやっぱりそこまで膨れ、減らなかったっていうのもあって、0.15 で済んでたのかもしれない。で、ベリーサラダは、今日の紫のやつは、やっぱりエネルギーがちょっとね、足りない、少ないんだよな、あれ。少ないもんで、体重もちょっと落ちるんだ。0.35キロ落ちちゃった。ってとこですね、まあそんな感じかな。味はねもう最高、いい、すごくいい味はいい。もう原液でまま紫のやつを飲むよりも、まああれはあれで美味しかったんだけど、飲むよりも無調整豆乳で割った豆乳ミックスにした方が美味しいんじゃないかなって私は思う。そっちの方がね断然美味しいって私は思った。豆乳ミックスにした方がね、ベリーサラダ豆やミックスにして飲んだ方が断然美味しいと思った。なんか本当にスイーツっていうかね、ちょっとシャレたカフェに出てきそうな感じっていうのかな。そういう美味しいドリンクっていう、ミルク感のあるね。ベリーとすごくマッチしてね。で、濃さもちょうどいい。ちょうどいいね。あれ、原液で飲んだ時ね、前、絶食してる時に原液で飲んだらね、胃が荒れたことがあった。酸味も強いからね、あれ。悪くはないけど、まあ慣れるしね。慣れるし悪くはないけどね。でもね、やっぱりミルクで割った方が私は美味しいと思った。正直ね。まあどっちもいいけどね、好みだよね。だから味はね、とてもいいんだわ。味はいい。
でお腹も悪くならない、お腹も悪くならない、お腹も悪くならないし、瞑想はね、いいイメージの思考の作り込み、いい状態、あ、これも最高の状態になってる、最高のあの瞑想ができているっていうね、そういう風にはならない、ならないね、ならない。あの脱力瞑想をやってる時に、自分の望む姿イメージっていうのを作るんだけど、力を入れずにね、それがいい感じに湧き上がってくるっていうのが、いい感じにイメージが働く状態っていうのかな。そういうのがね、前のグリーンスムージーはあったんだけど、昨日のマンゴーサラダとか今日のベリーサラダはね、ないんだわ。ない、それがない。なんかね、いい感じにイメージ、なんかイメージがね、すごくぼやけるっていうのかな、なんかね、ぼやけてくる。で、力を入れれば少しできるんだけど、イメージが繊細になるんだけど、まあ精細っていうかな、うん、細かいっていうか、もうちょっとリアルなイメージが、力を入れれば出来上がるんだけど、力を入れるのは老化につながるもんで、それをやっちゃダメなんだよ。やらない方がいい。力を入れない状態でいいイメージが浮かんで、出来上がる、浮かんでくる、出来上がる、うん、無理せず浮かんでくる形っていうのがいいんだよね。それがね、マンゴーサラダとベリーサラダはないんだわ。それがない、うん、だから瞑想っていう面からいくと、グリーンスムージーはいいんだよね。グリーンスムージーはいい。で、マンゴーサラダ、ベリーサラダは良くない。で、結果、その結果もそう、結果もね、やっぱそれにね、見事に比例してるっていうのかな。うん。グリーンスムージーは、それで、なんか思考のイメージが、自然にうまくできる感じだったんだよね。で、朝、翌朝の顔の状態も、あ、ちょっと若返ったじゃんっていう感じになったんだよ。だけど、マンゴーサラダとベリーサラダは、なんかやっぱね、脱力瞑想のイメージの作り込みがなんかちょっとね、いまいちなんだよね。ちょっといまいち。なんか自然といい感じの姿がね、思い浮かばないようになるっていうのかな。うん、思い浮かばないようになっちゃう。なっちゃうっていうか、そうなるんだよね。なんか自然とよくわかんないけどね。自然となるんだわ。何かの栄養素とか、そういうものが関係してるのかもしれない。野菜のね。野菜の栄養素が何か関係してて、その栄養素が十分に体の中に取り込まれると、そういういいイメージが働き、同時に若返りの効果も進むっていうのかな、うん、そういう風になってるのかもしれないね。だからその野菜の栄養素っていうのが、その野菜生活100のマンゴーサラダとベリーサラダには少ないって、少ないもんで、イメージの作り込みをするときになかなかいいイメージが簡単には湧かないよ。その結果若返りもしないっていうね、うん、そんな感じだね。なので若返りの効果がある栄養素を取り入れると、自然と若返りのイメージも作りやすくなって、若返りもするっていう感じだね。だから瞑想した時にいまいちなんかイメージが湧いてこないなって時は、栄養素がもうそもそも足りてないっていうのかな。その若返りに必要な栄養素が足りてないっていうのかな。そういうことかもしれない。だから結論から言うと、若返りにいいのは、まず、カゴメの野菜1日これ1杯だよね。野菜1日これ1杯と、あと、野菜生活100のグリーンスムージー。この2つだけだね、今のところ。この2つだけ。うん。野菜ジュースって他にもたくさん出てるから、全部試すっていうのは、とりあえず私はやらないけど、とりあえずね。うん。とりあえず私がやるのは、この分かったこの2つ、2種類を実際に使って、本当に20代、そして最終的には10代だね。10代の若さになるっていう、この成功の前例を示すっていうところだね。そこを今からやっていくもんで。で、他にある、たくさんある、他の野菜ジュースの実験に関しては他の人に譲るっていう形をとりあえず取ろうかなと思ってる。やりたくなったら やるかもしれんけど、とりあえず今やる、他の野菜ジュースをやるつもりはないってところだね。過去の断食実験とかでもいろんな野菜ジュースを飲んできたんだよ。飲んできて最終的にね、やっぱりね、野菜一日これ一杯が一番いいなって思った。そこに帰結した。そういう結論に至ったもんで。
だから他の野菜ジュースはやらない。野菜1日これ1杯がやっぱ一番いいなっていうふうに私は思ったもんで、もう過去のブログやってた頃のもう断食の経験からね、そういうのをもう自分で味わってるもんで。あとね、ちょっと興味があったのは、あの生のトマトとかキャベツとか人参とか、ああいうのを買ってきて、で細かくしてミキサーであのドロドロにして、それをあの豆やミックスの中に入れて飲んでみたらどうかなっていうね、ちょっとこれはね興味持った。自分でね、あこういう風にしてみたらもしかしたらなんかすごい若返りがするとか何かあるんじゃないかなっていう風に思って、それもなんか実験してみないと、してみたいなって思ったけど、それをやっちゃうともはやもう絶食じゃないよねって話になってくるもんで、うん、それ食べてるのと同じやんっていうね、ただドロドロにしただけだよねっていうね。まあ、グリーンスムージーもあのスムージーって書いてあるから、結構その固形分をドロドロにした感じの成分が割と入ってると思うんだよね。だけど自分でその固形物を野菜とかを買ってきて、であのミキサーでドロドロにするっていうのは、まあ、それはもう食べてるのとほとんど同じだから絶食っていう風に言えなくなっちゃうかなっていう、その辺もあるんだわ。言えなくなっちゃうかなっていうのもあるんだけど、野菜の成分が若返りするっていうのがある分かっているのであれば、実験する価値はすごくあると思うんだよね。うん、あると思うんだ。それをやってそれを入れることによってすごく若返ったら、それはそれで大発見だもんで、うん、でおそらくね若返りの効果はあると思うんだよね。野菜1日これ1杯で若返るのであれば、そうやって生の野菜を買ってきてミキサーで、まあ、あのドロドロにして、でスムージー状態にして飲めば、あの若返りの効果出るんじゃないかな。でもやってみないと分かんない。それも量があるだろうしね、ある一定量を超えて取りすぎたらあの逆にマイナスになったりとか、このあの少なすぎてもあのあまり効果がないとか、一番効果のあるところはこのぐらいの量だよ、この、で食材はこんな感じで集めるといいよっていうのがおそらくあると思うもんで、その辺をあの、まあ、試してみてみる、確認するのも面白いなとは思ったけど、そうするともうなんかもはや絶食の実験じゃなくなっちゃうんだよね。うん。というか限りなくグレーっていうよりも限りなく黒に近いっていうのかな。うん。そんな感じになっちゃうもんで。それも良くないかな。で、とりあえず、まあ、現状、カゴメの野菜1日これ1杯とグリーンスムージー、この2種類。この2種類は、あの、若返りするっていうのが分かったもんで、この2種類を使って、で、あの、これから若返りの実験ですね。いよいよ、いよいよだね。いよいよ、いよいよ本格的に若返っていくっていうのを、あの、記録していくってとこですね。で、明日は、あの、とりあえず、カゴメの野菜1日これ1杯を3杯。使ってみる。3杯。今までやったことないもんで。3杯使った 1.5 リッター絶食を試してみるだね。うん、試してみる。で、それ以降はね、一応まだファミリーマートの果物ジュースとかがパック封開いた状態で結構日数経ってるもんで、まあその辺も消化していくっていう形で、まあ夜寝るときだけトヤミックスで、あとはもう糖化ミックスか、あるいはあの、この間買ったあの、マンゴーサラダとかベリーサラダね、あのまだあと1杯分ぐらい作れるもんで、まあ、その辺もちょっと加えたりとかで、まあ、ね、やっていこうかなっていうふうに思ってる。そんな感じかな、うん、そのとこだね今日は。なんでもうようやくメソッドも確立されたもんで、これであの若返っていけると思う、いけると思う、そこをまずは20代。まずは20代の状態に顔をするだね。20代の状態に持っていく。まずはね、持っていく。顔を持っていって、20代になったら、20代前半ぐらいになったら、ちょっと今度はね、10代の状態もできるかどうかを試していきたいもんで。どこまで若返ることがこれできるのかなって思うんだよね。で、ラムサは、もう無限の自由があるんだ、何だってできる、何だってなれるんだって言ってるもんで、ラムさんもエイブラハムも何だってできる、自由がある、制限はないって言い切ってるっていうことは、何歳にだってなれるっていうことなんだよね。だから例えば15歳ぐらいにだってなれるわけだ。
ただね、15歳だとこの今の現代社会で生きていく上でマイナスな要素が多すぎるんだよね。デメリットの方が多いんだわ。なのでまあ若返っても、まあ、17、8ぐらいがいいかな。まあギリギリ16ぐらい狙うのもまあ面白いかもしれないなっていうぐらいだね。まあ、高校生ぐらい。中学生まで行くともうマイナス要因の方が多すぎるかなって思う。まあ個人的には18から20歳ぐらいまでかなって思うね。そのぐらいの容姿で、まあ、ずっとやっていくのが私は一番いいかなって気はしてる。だからそれ以下は自分の心が本心からそれを求めないもんで、もしかしたらならないかもしれない。ただ別の人が同じような若返りの実験をやって、その人は本心から例えば15歳になりたいんだっていうふうに思ったら、おそらく15歳になれると思うんだよ。本心から思うことができるならね、なれるんだわ。だけど私は本心から15歳になりたいとは正直思わないと思うもんで、ただ実験としてどこまで若返ることができるのかっていう点においてちょっと面白いかなと思ってる。まあ、他の人からこれって何歳まで若返ることできるんですかっていう質問をもらった時に、やっぱり自分がそうやってなったことがないと分かんないっていう形になっちゃうもんで、まあ自分は17ぐらいまでは慣れたけど、それ以降は試してないから分かんないねって話になっちゃう。でもまあ、でも自分が15ぐらいまでやれたら、15ぐらいまでいけるよ、それはもっといけるかもねみたいな話はできるかもしれない。だからまあもっと若い状態になってみるっていうのも、まあそれはそれで価値はあるんだけど、ただデメリットの方が多すぎるよねっていう。だから今18か20歳ぐらいの、まあ、容姿、まあとりあえずでも18ぐらいになってみたいなとは思うもんで、まあ、最終的にこの辺り、まあ10代半ばぐらいも面白いかなとは思うけどね、まあ、この辺りを最終的には狙っていきたいと思ってる。まあ、とりあえずは20代の若さになる、ってところだね。まあ、肌と、あと髪の毛もそうだね。髪の毛も、と、あと、歯もそうだね。歯もここは、ちょっと隙間が空いてるよね。隙間。まあ、年取ってきて開くようになったもんで、この歯も、10代の頃っていうのかな。若い時の歯に戻したいっていうのかな。戻す実験も行っていくもんで、行っていくっていうか、まあ、自分の思考の作り込みによってそういう歯にしていくっていうのかな、そういうのもおいおいやっていくもんで、で最終的にも全身だよね。全身が、まあ、20代若い状態、18から20代ぐらいの若い状態にも完全になるなって、初めて不老不死になったって言えるもんで、言い切れるもんで、肌だけ変わってもダメなんだよね。体全体が変わらないとダメだもんで、体全体が若返らないと意味がない。そうしないと老いをなくした、死をなくしたっていうことにならないもんで、老いをなくせる、死をなくせる、この世界から老いも死も完全に消滅させることができるっていうのは、体全体が若返っていってこそだもんで、その辺をやっていくっていうとこですね。そしたら、絶食220日目完了です。それではまた明日。